安美錦関です。おめでとうございます。ありがとうございます。目から少し熱いものが。疲れました。特に勝ち越しに王手をかけた後4連敗でかなり苦しかったと思います。そうですね。まあでも毎日毎日やるしかないと思って、まあ、頑張りました。今どんな思いが胸を巡ってますか。やっぱり幕内でねこう通用するかしないかっていうねちょっと不安もいっぱいあったし、やっぱりね家族も一緒にね戦ってるのでやっぱり、勝ちたい思いがね、出てこうやっぱり連敗するとね、やっぱり、弱気になる部分はいっぱいあったんですけど、まあ、最後しっかり相撲取ろうと思って、まあ、しっかり取れましたね。連覇中は奥様やご家族は何か声をかけてくれたんですか。まあ、いつもと変わらずね接してくれて、まあまあ、こう向こうにも、ね、気を使わせて、ね、こうしてたので、まあ、今日みんなで喜べばいいですね。しかし39歳でこれだけまた頑張れた一番の原動力は。やっぱり家族が、ね、支えてくれたので僕はもうそれに、応えたいという気持ちだけで、まあ、今その土俵に上がっているので、まあ、よかったです。この涙がもう本当に全てを物語ってますね。そうですね。やっぱり、ね、土俵に上がってね勝ち負けある世界なので、まあ、まあ辛いことだらけですけど、まあこうやってね、本当によかったです。敢闘賞というのは新入幕以来なんですが、また新たな新入幕みたいなもんですかね。最初ついてるのも、ね、分かった分からなかったんで、まさか、ね、ついてるとも思わなかったし、まあ、こうやって評価してくれて本当にありがたいですね。来年はご家族のためにも自身のためにもさらにいい年にしたいですね。やっぱりねまだまだちょっとね、もっと稽古しないと厳しいと思うので頑張ります。本当におめでとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。安美錦関でした。いやー北野さん